はい、ええー、YouTube で収益を得る新しい方法があ公開されますね、えー、2023年の1月中旬よりパートナーのプログラムが変更されて利用規約が変わるわけなんですけども私たち YouTube の利用者にとってはまた有利なあ条件が整うことになります 2023年2月1日に YouTube ショート広告の収益分配がなされるということなんですよね、まあ、それについてこちらの動画の方で紹介されてますので概要欄に貼ってきますからご覧いただきたいと思いますで、えー、概おねの最新情報はこういうふうに書かれてます以下のリンク先に行って最新情報の概要を簡単にご説明するとなお一部の機能は他の地域に先立って特定の地域でリリースされていると それぞれの項目をクリックすると詳細が表示され参加基準がどのように緩和されるかということが書いていますということでございますえーと現在 YouTube ではクリエイターが YouTube で収益を得るための10種類の方法があるわけですよね10種類もあるとは知らなかったですね5種類ぐらいかと思ったんですけどね で、えー、2023年1月中旬以降以下のいずれかに新たに該当するクリエイターは YouTube パートナープログラムに申し込めるということなんで条件が整う方はどんどん申し込んでいただきたいと思います一つは今までもあったようにチャンネル登録者が1000人以上で直近の12ヶ月で再生時間が4000時間以上あるというやつですねこれは今までと変わりません二つ目がショート動画に関わるものですけどもチャンネル登録が1000人以上かつ ショート動画が90日で1000万回以上ですね <laughs> ちょっと1000万回ともなるとね私も前人未到だと思いますえっと4000時間の方がまだ楽ですねということなんでショートの権利を得ようと思ったら1000人プラス1000万回ちょっと難しいですねで今すでに収益化されている方はこの限りではないんでパートナーになってますから1000万回やらなくてもいいってことになりますんでちょっと楽ですねいやその他ね細かいこと書いてますこちらの方に いやでも1000万回って90日あったとしてもね、これ全人未到じゃないですか。さすがにショート動画って簡単に1万回ぐらい撮れるんですよ。でもそういった動画を1000個当てないといけないでしょう。YouTube 上にショート動画が乱立することになると思いますけども、でも1000万回以上の再生っていうのはね、ちょっと私でも自信がありませんねーん。で、YouTube ショートでの広告収益なんですけども、これ2月1日来年、ここから、えー、長い尺の動画や、 視聴者ファンディングサービスの既存の収益分布モデルの、ね、変更がないんだけども、ショート動画に関しては独自の、えー、方法でリリースされるってことですよね。えー、っと、ショート動画は音楽を支用しているかどうかにかわらず45%。ああ、ってことは半分以上が YouTube に、ま、持っていかれるってことなんですね。うん。いや、すごいですね。うん。 収益分配使用料の前払いなしで動画の収益を楽曲の権利消費者と分け合うことができるとおなるほどこれライセンスのことですね音楽コンテンツでうんまあ結局それほど儲からないってことが分かりましたけどもでも YouTube でね収益化できてるっていうポジションが YouTube のやっぱスタートとも言えるんじゃないかなと思いますから目指していかれてはいかがでしょうかじゃあ以上です